え続いてはですねコンストレイントですねリベットコンストレイントをやってみましょうかね、えー、まあこういったキャラクターが今ありましてこれ今デフォームしているような状態ですねでこ,こちらですね刀をくっつけたいなとそういう時はどうするかというとこの新機能の 最初にフェイスを選択もしくは頂点でも構いません選択をしてこういう時はですねコンストレイントのリベットですねこちらをまず実行しますするとですねロケーターが1つ作成をされましたこういった形でロケーターが追従するような状態になってますねですので刀をここにロケーターにペアレントするだけで あとはです、ね、デフォーム名称についてくるような状態になります。特に問題ないですよね。はいえー、もう一つはです、ね、コンストレイントの近接ピンというのもあります。えー、こちらはです、ねえー、その前にリベットコンストレイントですね。こちらは UV ピンという。 ノードが作成がされます,こち,らです、ね、こちらも新機能で UV ピンというのがありますけれどもリベットというのはこの UV ピンを活用した新機能ということになっていますねリベットの場合はロケーターを UV ピンで自動的に作成をしてくれるという機能ですね UV ピンという名前だけありましてキャラクターのです、ね、このメッシュで UV がきれいに揃ってないとです、ね、このリベットコンソレインと UV ピンですねこちらは使うことができません UV がですね整っていない場合はどうするかというときなんですけどもこの刀を今度はですね近接ピンですねこちらを使って で割り当てていきましょうね、えー、こちらのメッシュは UV はちゃんと整ってるんですけども近接ピンというのをやってみました近接ピンもですね同様にメッシュに、えー、アタッチしてくれる機能ですね、まあ、従来ですと、えー、メッシュ状にですね、えー 物をですね、配置する場合ちょっと面倒だったのかなというのがありましたが、えー、こういったですね、機能が追加さ,さ,、えー、されています。そしてですね、UV ピンについての補足なんですけども、えー、ロケーターを割り当てていきましょうかね。 ロケーターをですね、えー、UV ピンという機能を使って割り当てていきます、えー。このメッシュに今追従するような状態になっていますね。さて、えー、UV ピンは UV がちゃんとですね存在がしていれば、こ、えー、こちらの、えー、コーディネートをですね変えていくことによってアタッチする場所ですね、これを変化させることができますね。 UV で場所を見てますので、まあ、例えばモデリングしてこのような状態になったとしてもですねロケータの場所というのをパラメータを変えてです、ね、場所をこうスライドさせるといった効果ができますね、はいえー、キーフレームも打てますのでここでキーを打って120で少しこう V 方向ですか これを変えてまたキーフレームを打つとすればですね時間によってこうメッシュ状をスライドするといったですねものが作れますこちらが UV ピンという機能ですね